はい、おっちゃんです。ビンゴ5の予想ですね。早速発表したいと思います。一通り目はね、高額当選が出るまでの継続買いなので、二通り目のホラータイム予想しました。こちらの方だけ発表したいと思います。3、7、13、17、24、26、33、36。一口の継続回数は1回買いということなんですけども、ちょっと今週はね、宝くじをね、買うのをやめようと。ね。買わなかったら、どうなるのか。まあ、やっぱり相変わらず当たらないのか。それとも、買わんかったから当たったのか。ね。その辺の検証も踏まえてね。ちょっとで、ね、試してみたいと思います。本当は買いたいんだけどね。まあ、これだと当たってまったら、まあ、えらいことなんですけど、まあ、今回は本当に買うのをやめます。まあ、そういう意味でね、どういう結果になるのかね、ちょっと楽しみにしたいなと思います。それでは、ありがとうございました。